2021年9月4日、突如としてこのような書き込みがなされた。結婚2年目で義父が倒れた。義母は軽度ながらすでに要介護のみ。夫に懇願されて私が会社を辞め、家事と介護を担った。介護は思った以上にきつくて、子供は諦めざるを得なかった。この上、妊娠出産育児は無理だった。私が出産してる間に義父を見る人もいないし。そして結婚8年目、義父が亡くなった。夫は一人っ子なので相続人は義母と夫のみのはずだが、義父が遺言で私にも残してくれた。それを知った夫が、こいつなんて大したことしてないのになんで。と言った。義母が夫を叱りつけ、私個人の口座に入るようさっさと手続きしてくれた。夫は忘れたような顔して暮らしてるけど、あれ以来夫への憎しみが消えない。お金どうこうじゃなく、私の丸6年の介護生活を、こいつなんて大したことしてない、と言われたのが許せない。そろそろ働いたら、気分転換になるよ。と笑顔で言うけどその笑顔も不気味に見える。さっさと正社員に復帰して、離婚しても困らない経済基盤を整えたいけど、夫に、働いたら?と言われるとムカつく。義母は察してるらしくて機嫌を取ってくる。というか私に出て行ってほしくなくてビクビクしてる。だよね、義父ほどじゃないけど義母だって私がいなけりゃ生活がかなり不便だもんね。義母のことは嫌いじゃないし恨んでないけど、これ以上この生活が続いたら恨んでしまうかもしれない。その前に離れたい。義父が残してくれたお金でアパート借りたらさすがに恩知らずかな。義父はそんなつもりで残してくれたわけじゃないもんね。でも夫とこれ以上暮らすのが苦痛だ。子供もいないし本当にただの介護家事マシーンだしな私。義父がいなくなって時間が空いたので、ネットで給食サイトと賃貸物件サイトばっか見てしまう。脱出資金を義父がくれたと思うけど、義母の世話を旦那がして、初めて大変さがわかるんじゃない?旦那の言動は要録音。恩知らずは旦那の方だよ腹立つなぁ。あなたが正当な報酬として得た。なんなら足りないぐらいのお金で出ていくのはそんな仕打ちされたら当たり前だけど旦那の言い草は1ミリの正当性もなく許しがたい恩知らずのセリフだ。もしかすると旦那はこの先よそで女作ってガキまでこしらえて。俺ずっと子供欲しかったんだよね。なんて能天気にほざきやがるかもしれない。その程度はやらかしかねない男に見えるよ。そうなったらあなた耐えられる?大変な道のりだったでしょう。急いで離れないとならないと思いますが、ぐずぐずしてると状況が悪くなる一方ではないの?良くなることはないでしょう。もしこれで義母が、今倒れたりで要介護にでもなったら、あなたはもう二度と逃げ出せなくなるかも。もう十分ですよ。自分の人生、幸せを掴んで生きてください。一秒でも早く脱出してください。人生はいつまでもあるわけがないのですよ。今のご時世、正社員は難しいかもしれないけども、パートやバイトでもフルタイムや相応の時間働くことあるよね。その場合は旦那も多少は家事と介護やらなきゃいけないと思うんだが、それわかってんのかな?人様の旦那に申し訳ないけど、笑顔が不気味っていうけど不気味なんじゃなくて何もわかってないだけのただのバカだと思うよ。旦那はエッチが働き始めても介護も家事もするつもりはないってところだろうけど、双方働いてて時間ないんだから今までのようには無理だろう。その時に旦那に文句言われたらお前がやれ、家事と母親の介護なんてお前の言う通り大したことないだろって言って家ではしやすいかもしれない。ここまで全員が逃げ場のない合唱。レスくれた人ありがとうございます。優しい言葉に飢えてたみたいで、いい年してバカみたいですが泣いてしまった。なんだかしみじみと、ああもうダメなんだな。もう夫婦として無理だな。って実感した。怒りとか悲しみの波が引いたというか、淡々と、ダメだな。って理解した。ついでの愚痴。これは私の方が神経わからんかも。でも当時は辛かった。介護地獄がピークだった時、夫がすごく大きな花束を買って帰ってきたことがあった。私へのプレゼントで、いたわる意味だったのはわかるんだ。安くない買い物だし。でも本当に大きな花束で、大きな花瓶3つに分けていけないくらいだった。花束を解くのも大変で、でもその間にも義父のおむつ交換とかあるし、私は義父を持ち上げた時腰を痛めていたから、立ったりしゃがんだりや、重いものを持つのも大変だった。大きな花瓶を棚から出すために何度もかがんで、花束を解体して水の入った重い花瓶を運んで、夫は何一つ手伝ってくれなかった。ソファに座ってスマホいじってて、花瓶を3つあちこちに並べ終えたらやっと顔を上げてニコッと私を見ただけ。花は枯れたら枯れたでかさばって捨てるのも大変だった。せっかく高い花買ってもらってなんだと言われそうだけど、花よりも義父をお風呂に運ぶのを手伝ってくれるだけでよかったんだ。
そっちの方がずっと私は感謝できたと思う。介護地獄は人から、花が綺麗、と思うだけの単純な感情も奪う。こんなことをつらつら思い出しながら、夫が帰ったら、出て行きたい、と言おうと思いました。話し合いとかじゃなく私が一方的に、出て行く、っていうことになると思う。吐き捨てすみませんでした。決意固いなら、夫や義母にも害されないように出て行く準備先にした方がいいよ。相手の出方次第で出て行かない可能性も考えてるなら別だけど。介護なんて大変なんだから、そういう小さな不満が積み重なるもんだよ。その時に、介護手伝えやクソボケが、って切れて向き合って話し合えば夫婦関係多少はなんとかなったかもしれない。旦那も介護を手伝うことで、嫁もいろいろなしんどさを理解したかもしれない。でも、そこを抜きにしても6年もの介護をしたことしてないっていう人間と一緒にいるメリットはないと思うわ。私は介護したことない人間だけど、6年の介護を大したことないなんてとても言えん。旦那は出てくの絶対反対するだろうから、今から荷物はまとめといた方がいいよ。同じ6年でもさ、仕事辞めさせられた上で妊娠出産適齢期の女性の6年犠牲にされるのと、子育て終わってキャリアもない中年専業主婦が高齢の介護で6年犠牲になるのとでは全然違う。介護地獄そのものの辛さは変わらないかもしれないが、人生における様々なチャンス奪われた被害度はとても高いと思う。結局旦那さんは、感謝を物で表したけど、それは自己満足だったんだよね。本当に欲しいのは、休息だったり、睡眠だったり、自由な時間だったりなんだけど、見えてなかったんだよね。見えるんだけど、見えないもの。旦那は、嫁の長年の義父の介護生活の苦労がかさばるバカでかい花束のプレゼント一つでチャラになったと勘違いしてるんだろうな。だから遺産相続の際に、こいつなんて大したことしてないのになんで、なんてとんでも発言が飛び出すんだろう。本人は思いやりのある夫のつもりだろうけど、嫁の長年の苦労と犠牲を無自覚に軽視する無神経極まりない人間だね。他の人も書いてるけど、冗談なに、出ていく、というのはまだやめといた方がいいよ。就職先や心境見つけて荷物も少しずつ移して、あとは最低限の荷物以外に一つで出ていくだけぐらいまで準備満端整えてから、伝えた方が確実だと思うよ。旦那、よしわかった。子供つくろう。数時間後。一致です、荷物まとめた。財布、カード類、通帳、保険証、保険証券、8年分の手帳、スマホ、メガネ、コルセット、サポーター、薬、お薬手帳、服と肌着、実印、冠婚葬祭用ネックレス、喪服、年金手帳、運転免許証。これしかなかった。びっくりだ。ちなみにワクチンは先月に2度目の接種を得たばかり。出ていくのに別に緊張とかもなく、今は梨むいて食べてる。義母に挨拶しようかとも思ったけど引き止められたら面倒なので夫が帰ったら、出ていく、と二人に告げて出ます。もう書き込みません、愚痴を聞いてくださってありがとうございました。ゆけいけ、元気でね。荷物の少なさが、いかに結婚生活でプライベートがなかったか、を物語ってて泣ける。無事一人の人間として自由を得られますように祈ってます。その行動力が素晴らしい。それがあればこの先絶対今よりいい人生になるよ。応援してます。置き手紙して黙って出て行っていいのに。今まで苦労が続いた分、これから先ずっと心穏やかで幸せな人生が待っていますように。それから2週間経ち、一致からの続報が上がります。あの後、家を出ました。夫にはわずか記憶を残して出ろと言ってくれた人もいましたが、捜索願いを出されたら面倒だし書き置きを夫が握りつぶす可能性があったので、荷物を持って、出ます、と言うと夫は、別に暮らすのは構わないが、ちゃんと通ってこれるんだろうな、と。私が別宅から、義母の介護に通うと思っていたようです。私が言い返すより早く、義母が、このバカ、と杖で夫を叩く。夫はなぜ自分が叩かれるのかわからず呆然としてた。その後義母が、知ってるんだ、みたいなことを言い出しました。私が目の前にいるからはっきり言わなかったけど、どうやら夫が浮気してるのを知ってる、というのを匂わせた言葉。離婚されると困るから私に隠してた模様。夫と義母が言い争ってる間に、ペコッと頭だけ下げて出てきた。家のすぐ前は坂で、そこを下るとすぐがバス停なので、結婚後初っていうくらい全速力でその坂を走り降りた。腰が悪いんで普段は揃って降りてたが、早く逃げたくて。火事場の馬鹿力からですかね。行き先は水とにかくすぐ着いたバスに乗りました。そしたら温泉街行きだった。以前、家庭板で読んだ話に、同居の義実家、だったかな？
を出て温泉に行った、というのがあっていいなと憧れてたからそのまま終点まで乗りました。もともと実家とは縁もゆかりもない場所にしばらくいるつもりだったし、バスに乗ってる間にスマホで夕食付きの安い宿を見つけて予約。義父が残してくれたお金と独身時代の貯金を足せば、7桁後半のお金があるし1位に吐くくらいバチは当たらないだろうと思った。部屋に入ってすぐ、お茶持ってきてくれた中井さんに、同年代の女性で話し相手になってくれる中井さんいませんか？って聞いたら夕食の後派遣してくれた。その人にチップ渡して、冷蔵庫の中のビール二人で飲みながらずーっと愚痴を聞いてもらった。うんうんとただ愚痴を聞いてもらうの、めちゃくちゃ癒された。恥ずかしくてネットにすら書けなかったこともいっぱい喋った。そこに2泊して、今は全然違う土地にいます。万が一があるのでどういう場所かは書きません。でもここで仕事を見つける予定です。夫は1週間音沙汰なしでしたが、今週に入って急にメールをたくさん送ってくるようになりました。家事と介護の手がなくなって本格的に不便さに気づいたみたい。離婚するために着拒はできませんが、返事は一切してない。お疲れ様です。義父さんの介護や義母と夫との生活などで今まで苦労してきた分、ゆっくり羽を休めてから生活&経済基盤を整えてください。義父さんがあなたに残してくれたものはあなたへの正当な対価なんですから、そのために使っても罰は当たらないと思います。無理な出おめでとう。温泉でのんびり&愚痴吐きでリフレッシュできてよかったね。いい職場が見つかって、離婚もスムーズにできますように。それにしても旦那。別に暮らすのは構わないが、ちゃんと通ってこれるんだろうな。って、とことんふざけた甘ったれのゴミ野郎だなぁ。義母さんが杖でぶん殴ってくれて、一言ながらちょっとスカッとしたわ。なしつおめあんごうつ。義両親はまともない人たちそうなのに、なぜにその気を引いて育てられたのと、予定、はそこまでクソなのか。可能な限り早くすっぱりと縁が切れることをお祈りします。こいつは大したことしてない、というくらいだからあなた一人でも大丈夫よね。くらい言ってほしい。どうかこれから自分の人生を生きて。以上で終了なのだ。最後までご視聴ありがとうなのだ。よろしければコメントを書いてほしいのだ。チャンネル登録、高評価もお願いなのだ。バイならなのだ。